どうも、赤渕せよ赤渕ディレーしかしはあれじゃ、うん、あ、ラーメン純亀戸店さんです、うん、こちら二郎系のお店ではないんですけども、あ、違うんですね。はい、とあるものがあるということで行きました、うん、総武線の亀戸駅徒歩6分、都営新宿のね、西大島駅からもちょっと歩けますよと、うん、ですね。で、このお店はですね、うん、新潟のご当地ラーメン、うん、あの、つばめ三条系というものがございまして、はあ、背脂とあの煮干し系のスープ、玉ねぎなんかが乗る、うん、お店の、まあ、東京支店ですね、うん、本店は新潟県のつばめ市というところにございます、うん、ね、つばめ市なんでかっこいいですけど、かっこいい、さあ、基本メニューが中華そば、チャーシュー麺、ニラと肉味噌、ネギズルルルルッとある中で、うん、中央にですね、うん、まあ、こちら純次郎、あ、純次郎、はい、これが一応インスパイ系で、純次郎のつけ麺もあるんです、ね、うんうん、はい、というわけで今回は、まあ、あの処方じゃないんですよ、実は。ん、今から7年ぐらい前に1回来たことが7年前か、はい、あるんですが、その時はなかったんで、なるほど、これを頼みました すごな、なんだこれ、戸惑いが起きておりますが、純次郎ラーメンに見えますよね。クリーミーな感じに見えますが、うん、鬼油というのを選択するとですね、こんだけ背油が乗るんですね。標準の 1,2,3 公演になりますね。だから、二郎で言ったらマシマシマシぐらいにはなるということで、鬼油だと全料理がこんな風になりますよ。ね。いや、すごいな。でですね、ニンニク、もう見てください。ちょっとかき消えちゃってますけども。もうわかんないな。はい。もともとニンニクが混ぜる上に刻みニンニクをダブルで乗せてる。ということですね。先ほど言いましたが、どのメニューを頼んでもおそらくこれになるということで、うん、岩のりラーメンというのを頼んだ時だけ岩のりがわっさー乗るんで見分けがつくかもしれませんが、はい、すごいなこれ。言ってみましょう。油豚なんて言っちゃってますが、芳醇です。油自体はですね、すごくきめ細やかなんですね、うん、もうライス食ってるぐらいの感覚で油乗ってるんで、油が主食、はい。で、豚自体の油、これね、ここに乗ってるチャーシューの油少なめなんですよ、うん、あ、なるほど。で、焦がしてあるんで、うん、その、まあちょっとアクセントとしてはギチかなと、背油で補うと、あ、そうですね、へい。さあ、そしてね、一番やばいところを食べていきますよ、ね、油、野菜です。もう、野菜は見えんもんなって思うじゃないですか、うん、ごめんなさい、うん、お、ちょっと何でしょうか、びっくりしましたが、うん、ニンニクでした、ここ全部。おっと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 。見えなくて、じゃニンニク油を食っちゃいました。まあ、野菜は野菜ですけどね。はい、あ、ニンニクは結構強めでしたよ。はい、クタ野菜でございまして、うん、ね、これ野菜のね、無料増しは実はないんです、ね。ああ、なるほど。温野菜というのが売ってますが、うん、デフォルトでネギ、そしてまあ岩のりこうやってちょっと入ってるんで、うん、これがラーメン中ならではの、インスパイア系の料理の時代ですね、うん、そして麺いきましょう。はい。で、燃料の公式情報ございません、うん、ですがラーメンの通販をやってまして、そこだと1玉150と出てるんで、うん、まあ大体それよりも大きいラーメンというか300くらいあるのかな。なるほど。非常にもちもちです、うんうん、これあの各店舗ごとにですね、うん、麺の仕上がり違うらしいんですね、うん、お店ごとに選んでるということで、亀戸だともちもちが特徴的だというのは間違いないですね、うん、はい。で、油でこう蓋をしてあるの、下の面がこう、あの、すごい、あれは、あの、熱い、ずっと熱いっていうのが、まあ、つばめ三条系のこう、はいはい、いいところだなと、蓋しすぎですけど、うん、そしてね、あ、先ほどのニンニクをかき分けているのかな、ね、どうと違うんですね。油をかき分けて、スープを見えるようにしたんですね。確かに色分かんなかったわ。そのままやると、あの油をただすくってるだけになっちゃう。そういうことか。先ほど言いましたが、煮干し系ですね、うん、あの後から旨味がぐーっとくるんですね、うん、波のように押し寄せてくるのが、スープの特徴かなと思いますね、はい。で、このスープに、まあ、ちょっと背脂をのせてこう飲むとですね、まさに文字通りの潤いがちょっと、はい、ちょっと乗せて、あ、もう結構序盤で上の背脂かき食ったんで、あ、そういうことか、この辺りにあるとちょっとずつになってきます、初め食いすぎたんだ、初め食いすぎました、
ということで黒胡椒もありますね、うん、なんと今回 4K の60グラムで撮影してますんで。何で撮影してんだよ。これすごいっすよ。黒胡椒ね、くっきり見えますね。ぜひともね、毛穴もくっきりじゃないか。あ、いやいや、そこはね、胡椒の通話でくっきりセルフモザイクでちょっと頑張ってくださいね。2160プレミリオで見てくださいね皆さんね。 iPhone の8以上ならすごいですね。ということで卓上開始もいきますよ、ね。はい、これがなんとしょっぱレベル 3.7。 どんなしょっぱさかというとですね、ドドドドドッとこう込み上げてるんですね。わからんな。後ろからこう、後ろからね、来るんです。後ろからこうグググググググってくるんですね。いきなり入ってくる鋭い、しょっぱさではない。なるほどね。そういうことです。ただですね、返しなのか醤油なのか、ちょっと微妙なところだったんですね。他の方の情報だと醤油なんじゃないかっていうのが情報が多めでしたが、醤油だとしたらあまりしょっぱくない部類なんで、背脂の、ね、上に最初からこうかけてね、背脂醤油を作ってもいいんじゃないかと思いますよ。そういう食べ方もマシマシ TV 的にはありです。背脂醤油酢醤油とかそういうことと同じ分類で新しいジャンルすみません。あとここでまたさらにね、卓上のニンニクを加えていきますけど、これどういうことだか分かりますか。ね、異常者ですか。あ、異常者、惜しいっすね。トリプルニンニクにニンニクおろしを入れてるんで、クアドラプルニンニクですね。トリプルの1個上だよということをただ言っただけですけども、クアドラプルもできるんでね、まあ別にやろうと思えばどこのお店もできますけども、今回はクアドラプルになります。あと、この次ファイアラブリ豚にですね、最後の最後の背脂をかけていくんですね。これがうまいです、まあ、あの序盤ね、あのすんごいワクワクしたじゃないですか、あの背脂ね、後半になっても飽きずにワクワク度はあったんで、まあ、前半食いすぎた感はねありました。ということでね、一応ただただ油が固まるとニンニク食ってた時間あったもん。うわ、すごいな、改めて見ると、ね、油量を100にして 89.066 です。行きましたね、100ね。これは行きますよ、ラーメン店さんね。いやー、これね、実は蒲田店にもあって、なるほど、亀戸にもあって、それから本店が新潟。新潟にだから支店がものすごいいっぱいあるんですね。で、僕は先ほど言いましたが、7年ぐらい前に一度行ってるんですけど、その時なんとですね、油を小にしてるんですね。なんだ。あの時はだから後悔してるんですよ、僕は。あ、そうなんですね。普通の、煮干し、ラーメンじゃないや、つけ麺を選んでるのかな、初めて行った時は。なるほどね。で、そのここが、燕三条系だと白浜に行ってたんで、ただ美味しいラーメン屋さんがあると思う。なるほど。純、あ、ちなみに純の由来、潤いのラーメン出してるからじゃないですよ。え、純さん、店長さんの名前から来てるんですけど。あ、純さん、松本純一さんです。惜しい惜しい。松純、新潟の松純のお店なんでね。まあ、嵐活動休止しちゃったんで、皆さんも松潤見たいときなんですね。いや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 、新潟までぜひ補えるかな。補ってくださいというラーメン順番でございます。ごちそうさん、you